ああ、こんな、いやー、強かったですね、アウルタッチはね。っていうか、土つかなかったのが。ドロー1回だけで。あと、10勝ですね。ちょっとこれ、まあ、スクロールあんましな、しないほ、で欲しいようにしても間に合わないけども。うん。何上からね。はいはい。また、振り返りを、行きましょう。ここ1位が、アウルさんチームの、ツッカゲとアビスパのチームですね。はい。いや、これ、飛行強、飛行が、やっぱり、猛威を振るったでしょう。そうですね。しかもね、なんかなんかまだ、もうちょっと強くなる、うん、なりそうな感じしません？あ、ほんと？まあ、あと、だからきついか6割ぐらいしかチップ埋まってなかった？いや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 、なんか、ソニックが何か早めに切れちゃったり。ああ、ソニックね、なかなか難しいんですけどね、あれ綺麗に打つのね。俺は、あんま使わないから、どうしたらいいかわかんないぐらいの感じでね。下に突っかけ一人いたのは強かったんですかね？あんまわかんなかったな。いや、まあある程度、ミサイルを消してくれてた。まあ、あれですね、森さんチームのダーコフィンに対しては、あのギリギリの勝負を見せましたね。まあ、これも圧倒的でしたね。圧倒的でしたね。勝礼拝で1分けですね。おめでとうございました。ありがとうございました。これ2位が、まあ、飛ばすとして。うん。そうそう。こっちめさんチームが。ちょっと連覇できなかったですけど。ま、連覇とかいうのがもうおかしいから。ねえ。いや、もうここまでね、何？手段を選ばずに来て、もうこれ、世は世だったらね、うん、あーどうもお疲れ様でした。いや、これね、前日エントリーですよ。それ、しきり言いますね。うん。前日エントリーで来れるから。いやー、まあ。フライドもうちょっと空頑張ってくれないかな。いや、でもまあこれ全然ね、見直してみた方がいいな。作戦もね、たりハマりましたね。そうですね、うん。なんだかんだチャイカもね、単独の時そこまでね、やられますずにね、いたしね。そうですね。場面にも取ってくれたし、まあ、これ実はアリーナで、うん、アリーナでやってもあんまり勝てなかったんですけど、まあでも今回36チップ大会だから、いけるかなっていう。バトルアリーナでもなんか特殊なステージが多すぎてあんまり、ね、まあそれはありますけどね。うんね、見事にね、連覇かけて臨んだ、ジメさんもこれで、罰ゲーム待ってるわけですけどもね。まあ、それまた、後でなんですよね。はい、3番が桜さんの、ゲイザー、あ、ゲイザー、あ、ほんと、ここにいたんだ。あ、こんな勝ってた。あ、ほんとだ、ビドフロさんだと思ってた。ね、7勝2敗2分け。こんな強かったんだ。強かった。いや、作戦がハマってましたね、結構。修復2回でね、はい、お疲れ様でした。しかも、華麗に描いてましたからね、ダークコビュー戦以外を。唯一ね、エンブレムをね、廃して、なんと出術合計に徹したとこなんですけども、うん、まあ、3位ということで、きっちりね、そのあたり仕上げてきましたね。素晴らしいですね、ゲーラーで3位。いや、まあ、あれね、まあ、ちょっと、森さんチームダークコフィンに対してはだいぶじゃれつきましたけども。じゃれつきましたけどね。それ以外はね、ずいぶんうまくね、36チップなのにも関わらず、ぐるぐるっと、敵と近寄らずに回ってましたからね。こんだけ勝ったのもね、納得の3位という。はい。そして4位が森さんチームのダークコフィン3。いや、ダークコフィンこんな強かったな、7勝4敗。うんうん。村が出ますけどね、その、性格上。でもまあね、ね、無敵の、何、やばい、後半3チームの飛行3チームに対して、安定した強さを起こりましたね。うん、まあ負けましたけどね、アフラタンチームでね、うん。ダークコフィンね。いやーダークコフィン、まあダークコフィンもね、面白いんですけどね、ダークコフィンは。え、そうなんだ。いや、面白いでしょ、なんか。あ、違う違う。906番。なんか言ってる？ 6 位内に、6C で、これ。マジ？
ていうかね、ミックス勢というか、多分、どこにでも出まくってる勢だと思うんですよね。そうなの、うん、このピアキャス勢がもう、ピアキャス勢負けてますからね。はい、実質、チームさん、これ反則負けなんで。いやいやいや。これ完敗と言っても過言ではないですね。なるほどね。で、ダークフィンは、どうなんだろう、その、まあ、150対決って、でもこれ結構エネルギー持ってたからね、最終的には持ってましたね。切れるけど、結構ギリギリまで持ったしね。自爆っていうのはどうだったのかわかんないけど。まあ、これね。まあ、経路的な、どこ、ミサイルの撃ち方までは、ただ見てるだけじゃ分かんなかったけどね。セキララ配信で見れるのかな？ OK っつってたかな？誰だっけ？モーリーさんですね。これあれかね、サイコロ使ってんのかな、まさかの。小学生も寝る時間ですよ。おしっこ行ったら寝るとか、おいっ子が言ってるんですけど。いやいや、そんなの許されませんよ。トイレ行く前に寝させてください。ダークコフィンね。ダークコフィンをね、なかなかね、楽しく作り込むっていうの難しいですね。いや、なかなかね、使うの勇気にいますからね。うん、適当に終わらすにはね、いいんですけどね。これ4位ですね。そして5位がビトリフさんプリースト。6周の配置分け。これで、まあ、カラカラだけ持って、あとぐるっと回って修復なんで。非常に相性が強く出て、勝てるとこには勝ってね。こう、もっといってると思ったけど、5位なんですね。そうですね。案外ですね。でも、これプリスト、結構攻撃当たんないんだ。適当に打ってね、逃げ切れないと思ったけどね。うん。全然修復2枚分はいかないんですね。まあそうですね。まあその分、武装とかないのはそういうことでしょ。武装をなしにして、エネルギーも持つようにして。そうか。うん、そして6位がスヌーペさんのハデス。はい。見応えがある、相変わらず。結構ね、前半戦ずっと勝ったんですけどね、後半、そう組み合わせが悪くて、6勝5敗になりましたね。うん。まあでも、ここら辺は貫禄の、もともと勝てない組み合わせ以外は。貫禄ですね。だいたい5割ぐらい買っていきますからね。ちゃんとね、突っかけとかもね、行きましたからね、倒しきってますからね。まあ、期待に応えてくれたんじゃないでしょうか。そして、同率6位が、さつきさんの、いつもの、突っかけというやつですね。はい、これね、やっぱバディスクとかのね、重症受けに対してね。ユーストハンが勝ってなかったっけ、サツキさん。サツキさんに対して勝ってなかったか。どうなんですかね。こっちは見方がわかんない。見ても見方がわかんないですね。か、よくわかんない。何このウィンがどっちのウィンかわかんないですね。いや、わかんないですね。まあ、安定感のあるね。そうですね。まあ、まさに5割って感じ。さばきをね。ていうか、もう今度から俺はね、大会するにあたって、さつきさん突っかけに勝てるやつを少なくとも送り込みますね。あ、それはいいかもしれないですね。これね、毎回ね、だいたいこのマイナーチェンジで来てくれますから、うん、ここを勝てるのを用意しとくと一生約束されるっていう。なるほど。そのチャンスをものにしていきます。ものにしていくと。はい。8位が、バジリスかな、マクロ系で。ケペダさんですね、バジスですね。はい。ちょっと、最初だったんであんまり覚えてないんだけど、なんだか、なんだかわかんないけど負けてるみたいな。そんな感じでしたね。え、装備的になんかあったっけ、いや、普通なんですよね。カノン、ミサイル、冷却、シールド。ですよね。うん。あ、まあ、ソニックがない分、ミサイルもロケットもふんだんに食らっていた、ね、地雷もね、地雷も結構食らってたな。ちょっとここら辺ね、細かく吟味する余裕なかったところあります、うん。やっぱこうなってくると、やっぱソニックなしバジリスクは結構もったいないですね。ソニック、言いますか。消せるものがやっぱ多いから、ねえ。
ソニックもたくさん積めるしね、そもそも。ミサイル、ミサイルあるからね、そこは活用できたらよかったんですけどね。そうですね。なかなかいい、そこができなかったかもしれないですね。うん。うん、飛行チームにも勝ちきれなかったんですかね。そうですね。まあ、うん、そうその、マジスクと同率で、ウィルストハンマジスクが入りました。はいはい。アサルト、なんとウィルストハン。勝ってね、出たね。うん、開幕シールドを、使いこなした、ユーストハンが。結構ね、やっぱ、どの戦いも、結構長く生き残ってたでしょ。なんなのこれ。なんだったんですか。それがだから重要で、ちょっと今後はこのマシンをブラッシュアップしていってほしいですね。なんか、そうなの。いや、わかんないけど。いや、結果的にそうなんですけど、なんかもうちょっとね、攻め気を出していった方がよかったと思ったんですけどね、俺はね。まあまあ、このリーグに関しては、だいぶね、おーっていう見せようがありましたからね。じゃあ、ロケットもうちょっとうまく打つとか。うん。36チップだから、まあ、難しいっちゃ難しいけど。36チップですからね。まあまあ、まあ、ユーストアンもこう4勝7敗っていうね、数字を。立派な数字をね。うん。次が、ニートさん。あ、ニートここなんですかね。あれ、本当だ。3回しか勝ってないのか。ニートさん、キャラなんだっけ？アヌビアスですね。アヌビアスか。アヌビアス。ああ。まあ、ここら辺はね、もう、飛行に必ず負けてしまうからな。まあ、確かに。まあ、ちょっとね。もっと勝ったと思ったけどね、そうでもなかったんですね。誰に負けたか覚えてないんで、どんな感じだったかわからないですけど。こう見てもね、よくわかんないですね。そうですね。消えちゃった。まあ、11位はいいとして。いや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 。これ何ですか、これ。なんか、この間もこんなんじゃなかったでしたっけ。いや、このゲーム難しいですね。何なんですか、これ。まあ、正直申し訳なかった。大体もうハデスで出るっていう、なんか、なんていうの、時間ないから、みたいな、この。いやー、これもう相当ね、まあ、この結果を鑑みるに間違ったってことなんですけどね。まあ、勝ったのもね、ちょっと、かなり心象的なのありましたからね。どういう勝因があったんですかね、もともとは。こう、ビジョンとしては。ビジョンとしてはもう、ケロンがいっぱい出るとか。そういうことでもともとね、エントしたときに、もう勝てるやつっていうのを思い浮かばなかったから、どうしようかなと、どうしようかなと思いながらね、行きましたけどね。なんかその、まあそのやりたいことはあって、まあバルキリーをビャッとして、後ろに下がったら、いいよねみたいな。でもそれ3人でやるとなんかその、三人固まったところに弾を撃たれるのが気に食わなかったんで。なるほど。まあ一人なら、と思ったけど、全然でしたね。ここはまあね、もう引退します。引退します。もうこれを最後にね。これ。カルネージハート世界から足を洗いたいと思う。足を洗って、うん。引退宣言か。そうそう。しょうがないですね、こうなったからね。もう二度とハデスはいじらない。いじらない。消えましたんで。もう引退宣言を、先ほどの引退宣言撤回しまして。撤回しまして。次からはハデスじゃないのでね。ハデス引退。連勝していきますからね。二連覇を目指します。なるほど。はい。で、12位が。いやー。あ、あれなんか12位。もうスクロールいますね。一つスクロールしますね。しらしらしいさんって何はじめさんですね。日陰か。うん。はじめさん、これ何だったんですかね。ちょっとね、コンセプトがね、1個ないっていうのと、うん、これ修復をね、積んでいくのがね、本当だと思うんですよね。多分そうだと思うんですよね。さつきさんとそこそこ被ってるんですけど、修復がないからね、最後時間切れ勝ち切れないし、あとミサイルに対してね、誘導妨害しかないので、うん、ソニックの代わりにロケットを積んでるんですけど、
まあそこまで当たるチャンスなかったんでね。これでも武装もナパームレイン、うん、あでもこれさつきさんのとやっぱりこう見比べちゃいますね。うん、ナパームレインが70%少なくてやっぱイグリットが重かったか。かわし方もね、うん、そこまで洗練されてなかった感じはありますね、こう比べたところではね。あ、そうですか。うん、まあ、俺が言うのもなんなんっていうとこあるけど、ね。ああ、なるほどね。うん、はいはいはい。まあ、そんな感じね。うん。あ、イフリートのワンチャン見てみたかったな、俺は。うん、ただまあ自分がね、避けなきゃいけないから。まあそうですね。ゆっくり当たるっていうのもね。ロケットがあんまり、もうよく言わなかったな。まあそもそも積んでる人は少ないけど。というわけでね。はい。ああ、結構早く終わりましたね。そうですね、8。そうでも、そうか。3時間ぐらい。まあ、2時間以上かかっ、あ、ちょうど2時間 ?3 時間ぐらい。え ?3 時間でしょ ?20 時からだから。いや、8時半から始めてるんですよ。あ、そっか、8時半からか。そんで、その後、ジメさんの長い長い挨拶だったんで、だいたい2時間ぐらいでね、計算通りでいきましたね。はいはい。今回どうでしょうか総評は。今回はね、いや、なんか、飛行出ねえだろうっていう、みんなの、ねえ、この、願いを、裏切って、飛行を混ぜて3チーム出たっていう、この事態を憂慮しますよ、私は。まあ、うん。正直ね、ロータスで出ればよかったっていう。言ってよ、飛行がこうなるんだよね。いい加減出るでしょ。で、ここ最近出てなかったかな。というか、だってそれ、いつもだもん。いつも、今度は飛行いるだろって言って出ないっていうのが何度続いたことか。いや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 。てかこれまあね、俺が思うに、実際飛行で出ればいいってわけじゃなくて、うん、まあちゃんと強くないと別に飛行でも勝てないから、そうそうそう、自分が飛行で出るかっていうとまあそれは違うんだけど、ただ飛行が出るとなると、ちゃんと飛行対策をしないと、もう始まる前から絶対勝てないっていうのがあるから、だからこれ、やばいね。メタがすごい効いてたわけでしょ。飛行対策をほとんどしてないみたいな。ていうかもう、アラクネ的なやつはもうないの？アラクネみたいなのはもうダメなんですかね。使ってみなよ。使いましたよ。使ったけど、使ったけどもう、構想段階でね、全然クソ弱いことになった、ね。そうですね。まあ、36チップ。ではないんだ。まあね、うん、それは俺もね、ひしひしと思いましたよね。うん、ことが多いから。出てね、36だとね、すごいね。まあいないのですかね。基本はもう空気読んだよ、さすがに。これみんな空気読みましたね。うん。空気読んで飛行にスイッチしていったってことでしょ。そうそうそう。飛行ならもう経路ででもいいし、ね。やっぱね、うん、2脚、4脚使うには100チップは欲しいですね。だって多彩な武装が魅力じゃないですか。なのに使えないっていうね。まあ、弾かわそうするだけでね、半分くらい使っちゃいますからね。そうそうそう。4脚今回いるの、派手だけでしょ？うん。あら、ひどいなぁ。なんか、そうですね。かなぁ。もうその辺ちょっとバリエーションがね。え、アラクネと冥界とは誰だっけ？セメタリーキーパーか。うん。バークドッグ。あ、ワンワンか。いや、ワンワンもな、きつかったからな。いや、きついですね。やっぱこのゲーム、まあね、その作ってる途中で楽しいんだけど、出来上がって、強くしようと思うと、もう辛くなりますね。で、まあ、出ないから。でも36チップってそこのフェーズが結構短くないですか？ああ、まあ、それはね。ですが。うん。36だからね。まあ、前か次行こうみたいなのすぐできますからね。そうそう。2、3時間ぐらいですよ、多分。まあね、そう言いつつも、このハデスは、相当ね、その、あるそれありますか多脚大会あるね。確かに。2脚大会はあるけど、多脚大会あんまやんないもん。
マジか。まあ、ケイロンが勝つって話もありますけど。でも、ケイロンも、対策すればいけるんじゃないの？分かってれば。もうそこまで出るって分かってれば。どうなんですかね。まあ、俺もそんなにね、ケイロンがどんなことするかって精通してないけどね。僕もあんまりケイロン、分かんないですけどね。まあ、そこら辺はね、空気読んでくれるから大丈夫じゃないですか。足つき大会みたいな感じですよね。足つき大会。足なし大会とか。足あり大会ってこと？足あり大会。じゃあ、足ありなし大会ってこと？そうそうそう。どっちか。なるほど、ね。まあ、そういうね、要望があったら、何らかのこちらに伝わる形で言ってくれたら。はい、言ったじゃん、今。いやいや、それはもう向こうでしょう。あ、向こうか、うん。向こう判定ですよ。向こう判定。まあ、ただね、もういい加減、そろそろ俺に優位なルールを策定していきたい。策定してくださいよ。そんなね、もう、ほら。飛行のみね。飛行のみやったら、どうなんだろう、よくわかんないな。飛行辛いからな、飛行辛いんだよな。ミサイルが避けられなくて辛いんだよな。アビスパってミサイル結局避けれました？全然避けられないですよ、あれ。あれ避けられるんですか、そもそも。特殊移動は何なんですか、アビスパ。ギューンってくるーって回って、あ、それで避けられないんですか。全然避けられませんでしたね。そうですか。タグマッチね、うん、タグマッチ、下書きまでしたんですけどね、結局。あれ、タグマッチするって言ってませんでしたっけ？あのね、タグマッチをするとしたら、普通の次にタグマッチ的なもので、普通なのがあって、はい、タグマッチ的なものっていう順番だから、ちょっと。思い出した？うん。そうだ。間が空いちゃった今日この時は、うん、あ、なるほどね。オーソドックスのやつで攻めようと思って、これになったんですね。思い出した、タッグマッチを作ったんだって、うん、だから、ローターしろ。タッグマッチいいんですけど、ちょっと、これをお聞きの皆さんに、タッグマッチのタッグの組み方で、いいのを教えてほしいんですよね。ランダム以外で、なんかいいのあったらね、うまくタッグチームとして均衡するようなやり方がないのかなっていうのをずっと考えたんですけど、ないから、うん、もし思いついたらね、教えてほしいですね。まあね、まあ、ランダムだからいいみたいなところありますけどね。あ、ほんと？ランダムが良かった、あえて。あえてランダム良かった。このランダムがいいのかもしれないけど。あ、もしくはランダムで勝ち負けを決める。ランダムで勝ち負けを決める。そうすると俺も勝つ可能性が。うん、まあそんな感じでね。11時になりまして、最後、チメさんの一言で、うん、今日の配信を締めます。じゃあ次回大会は、足つき大会で、やりましょうと。はい。いうところで、わかりました。今日は皆さん、お疲れ様でしたと。お疲れ様でした。はい。それでは、配信を終了します。